双葉町情報 FM いわき発、この番組は双葉町の皆さんへ情報やメッセージをお届けする番組です。双葉町役場からの最新の情報はもちろん、双葉町民からのメッセージなどお役立ち情報とともに双葉の今の声をお届けします。双葉郡双葉町、双葉町民の皆さんへさまざまな情報を発信している双葉町情報 FM いわき発。まずは双葉町役場からの情報です。はじめに双葉町体育協会からのお知らせです。双葉町体育協会家庭婦人バレーボール部は平成27年度から活動を再開し、県民スポーツ総合地域大会等に参加いたしました。今後も活動していく予定です。どなたでも参加できますので、一緒に汗を流しませんか。今年度の練習日は2月13日土曜日の午後12時30分から2時30分までです。練習はいわき市錦町御宝殿にある双葉町立仮設校舎体育館で行います。体育館用シューズをご持参ください。参加を希望する方は保険に加入いたしますので、事前に申し込みが必要です。申し込みは教育委員会教育総務課、電話0246-84-5210番までお願いします。続いて双葉ふれあいクラブから双葉町民ボーリング大会のお知らせです。双葉ふれあいクラブでは2月6日土曜日に鏡石町にあります鏡石空港ボールにおいて双葉町民ボーリング大会を開催いたします。対象となる方は小学生以上の双葉町民の方で、参加費は無料です。競技方法は1人3ゲーム、ハンディキャップ制となります。受付開始時間は午後12時45分から、ゲームスタートが午後1時30分となります。参加者全員に景品を用意しております。初心者の方もお気軽にご参加ください。保険については、参加者全員にふれあいクラブで加入しているイベント共済を適用しますが、それ以上の保証はありませんので、あらかじめご了承ください。参加を希望される方は NPO 法人双葉ふれあいクラブ、電話0246-38-3325番、またはファックス0248-21-6188番まで、1月29日金曜日午後6時までにお申し込みください。おしまいに、健康福祉課から個人線量計についてのお知らせです。双葉町では本年度も個人線量計の構成を予定しております。対象となる線量計は、健康福祉課で貸し出し中の富士電機製の白い銅髄です。対象者の方には、昨年の12月に線量計提出のご案内、返送用の封筒などをお送りいたしましたので、返送くださいますようお願いします。線量計は精密機械です。年に一度の校正をすることにより正確な測定ができますので、必ず校正してください。詳しくは健康福祉課、電話0246-84-5205番までお問い合わせください。以上、この時間は双葉町役場からの最新の情報をお伝えしました。
続いて今週は双葉町役場秘書広報課浦田敦さんにお話を伺いました。それでは今日のこの時間は双葉町役場秘書広報課に勤務されています浦田敦さんにお話を伺います。浦田さん、こんにちは。はい、こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今秘書広報課に勤務してますって案内しましたけれども、浦田さんのご出身はどちらですか？はい、私の出身は、富山県の黒部市というところの、はい、出身になります。黒部市、富山県、なんかすごく美味しいものがいっぱいありそうっていうイメージですけれども、いかがですか？はい、海も山もある土地柄なんですけれど、やはり海産物が美味しいですね。ねえ、今の時期だと何ですか？やはり冬の時期だとブリが美味しいと思います。寒ブリって呼ばれるやつですね。そうですね、寒ブリ、はい、はい、美味しいです。食べたいですね。いつかぜひ。ねえ、本当ですね。はい、それから、まあ、雪がすごく降るっていうイメージがありますけれども。そうですね、富山は雪が多いですね。晴れる日もちょっと少ないのは残念ですけれど、雪が多い土地柄です。はい、はい、じゃあ 今は少し雪のない生活を慣れちゃいましたね。ちょっと天気予報で晴ればかりが続くので嬉しいところはありますが。ということで、皆さんもね、なんとなくお気づきかもしれませんけれども、浦田さんは富山県黒部市から支援職員として現在双葉町役場で勤務されているということなんですね。はい、そうです。はい、この支援員になったっていうのは何か理由があったんですか？はい、一応支援員ということで、今回が初めてではなくて、はい、2年前に3ヶ月、同じく秘書広報課の方で、派遣されていたこともありまして、はい、今回1年間、はい、支援職員として業務に携わってます。はい、2回目なんですね。そうですね、2回目です。ね、それも希望されてこちらに来られてるんですよね。前回はちょっと3ヶ月と短い期間だったんですけれど、うん、はい、今回は1年間という期間でしたので、はい、希望して双葉の町役場の方にお世話になってます。3ヶ月っていうのは本当にあっという間ですもんね。そうですね、ちょっと慣れる頃にはもう3ヶ月が過ぎちゃいますもんね。はい、感想でした。じゃあもう今度は1年間かけて、もう少し長い期間をかけて何か手伝えることをと思って、そんな気持ちを持ってこられたわけですね。そうですね、ちょっと腰を据えて、はい、行ってみたかったなというところです。なるほど、ありがたいです。ねえ、で、今はいわきに住んでらっしゃるんですね。いわき市の上田の方にお世話になってます。住み心地はいかがですか？お天気が非常に穏やかで晴天が続くのが嬉しい土地で。過ごしやすいですか？で、過ごしやすく来年の冬はどうするここ、ね、どうしようかなみたいな。どうしようかと、はい、ということで、そうね、浦田さんはいつからいわきにいらっしゃってますか？ですね、昨年の4月からなるので、うん、はい、今は大体9ヶ月といったところです。9ヶ月いわきに住んで、そろそろこう土地勘みたいなものもついてきましたか？もうしっかり黒部からいわきに来るときも、うん、ナビなくても、はい、なくても来れるようになりました。はい、いわき市内も動けますか？いわき市内もそうですね、うん、大体は大丈夫だと思います。もう本当第二のふるさとになってきてますね。しっかり嬉しいなと思います。で、現在秘書広報課にお勤めですけれども、秘書広報課というのはどんなお仕事をするところですか？はい、主な、業務ですが、はい、町長と副町長のスケジュール管理など、はい、秘書に関することや、うん、町の広報誌広報双葉や双葉の輪の発行と、はい、あとはホームページや町民に
お配りしているタブレットの運営が主な業務になります、うん、はい、本当いろいろな業務がある中、浦田さんが担当されているのはどんなお仕事ですか？私が主に担当しているのは、はい、タブレットの方の記事の配信や企画になります、うん、はい、私もあの双葉町の方に、取材させていただくことが多いんですが、その中でよく話の中にタブレット面白いよっていう言葉が出てきますよ。あ、すごく励みになるで、今やっているタブレットの企画の中で、なんか面白いものはありますか？ですね、一応あのタブレットの方で、うん、締めくりというカレンダーのようなものがあるんですが、はい、そちらに昨年の10月から、うん、町民の方の写真を載せていまして、はい、毎日日替わりで、うん、違った写真が出るので、はい、なかなか、はい、ご好評いただいている企画だと思います。町民の方の写真が毎日日替わりってすごい企画ですよね、よく考えるとねすごい、毎日毎日、はい、楽しみに見ていただいていると聞いています。楽しいねとか、あの人が出たねなんて言われるとやっぱり余計励みになりますね。そうですね、うん、事務所内の雰囲気っていうのもそんな明るい雰囲気なんですか？そうですね、あの、うん、上司とか同僚と話しやすい雰囲気があるので、うん、はい、気持ちよく仕事させてもらってます。9ヶ月過ぎました。あと2ヶ月ぐらいになっちゃいますかね。そうですね、3月、はい、末だと思います。そうですよね、任期満了になっちゃいますけれども、はい、今のお気持ちはいかがですか？一応、ま、残りの期間ももう短くなってきてるんですが、うんうん、ま、業務他にもやれることはあのたくさんありますし、はい、前倒してどんどんやっていきたいなと思ってます、うんうん、はい、もう本当に頑張っていただきたいなと思います。次にね、つなげていくことも大事ですもんね。そうですね、うん、そして次は、まあ、あの富山に帰ってからは、うん、友達を引き連れて遊びにぜひいらっしゃってください。そうですね、岩木ちゃんのサンシャインマラソンとかもあるので、はい、ちょっとそういうのも楽しみにして、はいはい、また訪れたいと思います。ぜひこれからもつながっていきましょう。はい、はい、最後に双葉町の皆さんに一言メッセージお願いします。はい、主に、ま、交流のある町の方が、ま、町の職員の方が多くいらっしゃるんですけれど、ま、交流これからも続けていきたいと思ってきますので、どうかよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。今日は浦田敦史さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。双葉町情報 FM いわき発、この番組は双葉町民の皆さんへ双葉町の情報を FM いわきからお届けしました。